皆さんこんにちは、もんじゃガールの伊藤彩香です。今回も荒川もんじゃの魅力をたっぷりお伝えしていきますよ。やってきました、新荒川もんじゃ堂第2弾。荒川流のおもてなしをテーマにお送りするこのシリーズ、今回は若手店主のおもてなしをテーマに、町屋と日暮里にある2つのお店にお邪魔して荒川もんじゃを堪能しちゃいます。町屋2丁目にやってきました。さて皆さん、荒川もんじゃワード覚えてますか？そのお店を知る上で重要な手がかりとなるキーワードなんですが、今回のキーワードはこちら、火を使わない新感覚のもんじゃ〇〇〇、ボリューム満点、こだわりの〇〇〇が入ったスタミナもんじゃ。一体どんなもんじゃなんでしょうか？気になりますよね。早速行ってみましょう。ということでやってきたのは、お竹橋通りから一本通りを入ったところにある町屋2丁目の鉄板居酒屋ガッツさんです。こんにちは。ほ、バーみたいな店内ですね。こうハイチェアにカウンター、お酒もたくさんありますよ。こんにちは。こんにちは。もんじゃガールの伊藤彩香と申します。オーナーの方ですか？はい、オーナーの田口です。田口さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。田口さん、ちょっとお若く見えますよね。まあ、よく言われるんですけど。おいくつなんですか？24なんですよね。24は若いですよね。この若いオーナーさんから今日はどんなもんじゃが食べられるのか楽しみです。田口さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。入り口付近はカウンターになっていてバーのような雰囲気だったんですが、奥に来てみるとこのようにお座敷が広がっています。ちょっとレトロな雰囲気で趣のある空間ですよ。失礼します。すいません、お待たせしました。はい、じゃあ本日のお通し、鶏肉と大根の煮物になってますね。はい、お通しがあるんですか？はい、うちちょっとお通し出してるんですけども、はい、毎日違う、ものを出してまして。お通しって言われたんですけど、見てください、結構豪華ですよね。大きいですよね。はい、それでは早速いただいてみましょう。もうお出汁のいい匂いがしてます。どうですか？うん、大根に味が染み込んでいてとっても美味しいです。いや、よかったです。本当に。こちらどなたが作られてるんですか？これはもう自分で全部最初から仕込んでます。自分で最初からですか？はい、オーナーもやられて、お料理もご自身で作られてるんですか？そうです、全部。何から何まで大変じゃないんですか？いや、もう全然大変と思わない。楽しいですね。お仕事も楽しんでやられていると。はい、素晴らしいですね。とっても美味しいです。ありがとうございます。さて、荒川もんじゃワードの一つ目を見ていきましょう。一つ目は、火を使わない新感覚のもんじゃ〇〇〇と書いてあるんですが、火を使わないもんじゃって一体どんなもんじゃなんでしょうか？失礼します。すいません、お待たせしました。はい、こちらですね、火を使わないもんじゃサラダですね。なるほど、火を使わないもんじゃっていうのはサラダのことだったんですね。そうなんですよ。でももう見た目はもんじゃですよね。はい、これは何か食べ方とかあったりしますか？それはもうガッと混ぜて。ガッと混ぜる、これしっかり混ぜた方が美味しいですよね。そうですね、ドレッシングとよく絡めて混ぜていただいて。はいはい、それではいただきます。どうぞ。聞こえましたかね、このキャベツのシャキシャキ感と、あとはこのスナック菓子のカリカリ感、独特の味わい食感があって面白いですよね。はい、ドレッシングちょっとソースっぽい味がしたんですけど、でもソースなのにしつこくないし、こってりしないし、すごくさっぱり味わえたんですが、これ何か工夫とかされてるんですか？やっぱそう、やっぱしつこいじゃないですか、ソースって。なんでそれを中和させるように、紅生姜いっぱい
入れて、すごくたくさん紅生姜が入っているので、はい、見た目もちょっと辛いのかなっていうふうに思ったんですけど、全くそんなことはなくて、小さいお子様でもお箸が進むような、はい、なんかちょっと懐かしいというか優しい味わいですね。そうなんですよ。さあ、それではいよいよメインのもんじゃに行ってみましょう。それでは2つ目の荒川もんじゃワードです。ボリューム満点、こだわりの〇〇〇が入ったスタミナもんじゃ。〇〇〇、一体何が入ってるんでしょうか。はい、こちらですね、はい、ホルモンと牛すじの入ったもんじゃです。あはすごい、見てください、たっぷりホルモンと牛すじが入って、こうスタミナがつきそうですね、はい、ホルモンと牛すじの相性がバッチリなんで、はい、そうですよね。早速私も作ってみたいと思います。ホルモンをよく焼いて、このホルモンも素材何かこだわってるんですか。そうですね、自分もこれ目で見て、油も、まあ、多くてもダメなんで、はい、少なくてもダメなんで、はい、そのちょうどいいやつを選んで、はい、厳選されたホルモンなんですね、はい、このホルモンから出る脂身で、はい、この辺りすごい、そうですね、これはもう旨味になるんで、はい、後でもんじゃ入れた時にその旨味が、美味しそうですね。じゃあやっちゃってください。やっちゃいます。あ、ここから広がってます結構時間との勝負なんですね。そうですね。なるほど、こう綺麗な円ができたところで、はい、完成でしょうか。完成です。完成しました。私が作りました。そうですね、私が作りました、はい、ホルモンと牛すじのもんじゃです。美味、はい、しそう。美味しいですね。ありがとうございます、ね、この牛すじがとっても柔らかいんですけれども、はい、どれぐらい煮込んでらっしゃったりするんですか。これですか。うちでだいたい味付けするまでに4時間、味付けしてからまた2時間煮込んで、全部で6時間ぐらい煮込んでらっしゃる。う、ね、はい、こうお肉の旨味っていうのも噛めば噛むほど出てきますし、す、ね、キャベツの甘さも出てくるので、それと相まってとっても絶妙ですね、はい、ありがとうございます。コラーゲンたっぷりのホルモンもいただきます。もう綺麗ですね、もうプリップリです。噛んだ瞬間に口の中にこの脂の甘みが広がって、もうすっごい幸せな気分になりますね。ソースのちょっと塩気がさらにそのホルモンの甘みっていうのを引き出してくれてるなと思って、うん、これはもう間違いないですね、はい、もう牛すじホルモンはもんじゃにぴったり絶妙に合います。とっても美味しいです。最後に田口さんにお店の PR をしていただきました。もんじゃを含めていろんな料理がボリューミーで、食材にこだわって手間暇かけて作ってますので、皆さんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。家庭的でボリュームたっぷりのお通し、はい、おやつ感覚で食べられるサラダ、そして食べ応え満点の牛すじホルモンもんじゃ、そして田口さんの笑顔、私、はい、お腹いっぱい大満足です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。まだまだ行きます。もんじゃガールの伊藤彩香です。続いては西日暮里6丁目にやってきました。2軒目の荒川もんじゃワードはこちらです。昔懐かしい店構えと現代の〇〇〇が融合した空間、まるでピザ、6種の〇〇〇を使った洋風もんじゃ。今回も気になるキーワードですね。それでは行ってみましょう。とやってきたのは明治通り沿いにあるもんじゃお好み焼きの M さん。入り口の横にあるディスプレイにはデニムをあしらった剥がしが飾られていて、なんだかおしゃれな雰囲気。中に入ってみると、こんにちは。いらっしゃいませ。もんじゃガールの伊藤彩香と申します。よろしくお願いいたします。お店長の湯川と申します。よろしくお願いします。湯川さん。はい。湯川さんも
お若く見えるんですが34歳です。34、はい、お若いですね。ディスプレイをちょっと見させていただいたんですが、もんじゃ屋さんとはちょっとかけ離れたようなディスプレイな気がしたんですが、はい、実はアパレルブランドにプロデュースしていただいたお店なんですが、ここもんじゃ屋さんでアパレルブランドさんにプロデュースをしてもらっている、はいはい、いやもうちょっと斬新すぎて、はい、頭の中が混乱しているんですが、はい、今日は詳しくご説明もいただけますか。はい、さて中のお座敷に案内していただきました。とっても広い空間が広がっています。でこちらのお店、はい、アパレルブランドがプロデュースをしているっていうことだったんですが、はい、具体的にはどのようにプロデュースされているんですか。もともとここはゆきというもんじゃとお好み焼きのお店だったんですけれども、はい、僕たちもあのお客さんとしてよく通わせていただきまして、はい、それであのご主人が体調を崩してもうお店がちょっとできないというふうになった時にちょっと僕らの方でぜひやらせてくださいということで、はい、そこからどのようにしてアパレルブランドと、でこの一緒に来ていた同級生がこのアパレルのブランドにいまして、はい、うん、それでプロデュースをしていただけるということで、はい、以前のユキの店内の内装を生かしつつ、うんうん、ディスプレイだったり写真だったり、うん、ところどころにファッショナブルな要素を取り入れています。うん、ファッショナブルなところ、はい、ということは先ほどのもんじゃワードの一つ目、はい、昔懐かしい店構えと現代の〇〇〇が融合した空間の〇〇〇はファッションなんですね、はい、なるほど、はい、確かにこうちょっとレトロな空間なんですけれどもファッショナブルな部分がこう随所に見られる、はい、ちょっと新しい空間ですね。そうですね、前掛けとあと座布団カバーなども、はい、アパレルの要素を取り入れて、あ、そうなんですね、はい、これはもしかしてあのチェックシャツですか。そうです、おしゃれデニムの前掛けと、ね、このチェックのシャツってこうちょっと和ではなく洋風なそうです、ね、イメージでこういう風に作られてるんですね、はい、昔懐かしい店構えと現代のファッションが融合した空間の M さん、こちらで食べられるもんじゃ気になってきました。お待たせしました、こちら M ミックスもんじゃです。わーすごい、見てください、ぎっしり具材が入ってますよ。これを早速焼いていきます。はい、これは M ミックスもんじゃということなんですが、はい、そうです。あの桜エビがちょっと大きいなと思ったんですけれども、はい、これは何かこだわりがあるんですか。そうですね、あの静岡産の桜エビを使っているんですけれども、はい、こっちの M に関してはこの乾物をメインとして、はい、乾物から出る旨味が結構味の決め手になっているので、これぐらいで大丈夫ですか。はいはいはい、どうぞもお召し上がりになれます。もうできました。はい、できました。いただきます。ソースとお出汁の味がすごい効いてますね。お出汁の味がこんなにしっかりすると思いませんでした。結構桜エビとかキリイカの味がしっかり出るんで、はい、旨味がやっぱり凝縮されているもんじゃですね、はい、そうですね、はい、ところで皆さん忘れてませんか。2つ目の荒川もんじゃワード、まるでピザ、6種の〇〇〇を使った洋風もんじゃ、一体6種の何を使ってるんでしょうか。こちらですね。おー、これはトマトの周りにあるのは何でしょうか。こちらチーズですね。チーズ、はい、ということはこの6種の〇〇〇っていうの正体はチーズなんですね。そうですね、はい、すごい6種類もチーズが入ってるなんてとっても贅沢ですよね。これだけたくさんのチーズを合わせようと思ったきっかけは何でしょうか。じゃあ僕がですね、以前レストランで働いていた時に、うん、はい、そのピザに塗っていたチーズなんですけれども、はい、そこからアイデアをいただいて、はい、もんじゃにしたらこれはもう人気が出るんじゃないかなと思って、それでは早速作ってみましょう、はい、これでチーズがすべて入りました、はい、もうすでにチーズの
んチーズが溶けていきますね。そうですね、チーズがこれだけ入ってますので、はい、塩だけで味付けしてありますので、はい、そうなんですね、このまま、はい、もんじゃなのにソースはなし、はい、分かりました。もう食べ頃ですね。あ、完成ですか、はい、完成です。いつものもんじゃとはちょっと色が違いますね。そうですね、あ、もうチーズが垂れてます、美味しそう。美味しい、口の中でとろっとろに広がっていくので口全体がもうチーズの味になりました。美味しい。これは一つのチーズではこの濃厚さっていうのは出ないんですね。そうですね、やっぱりシンプルな感じになっちゃうので。このおこげの部分もいただきます。パリパリっとしたおせんべいのような感覚かと思いきや、ちょっともっちりとした感覚も残っていて、また食感が変わって面白いですね、はい、あとはこのタバスコも、タバスコ、はい、好みでもんじゅにタバスコですか、はい、もう本当にイタリアンです ね、 ですね。ちょっと混ぜて、はい、いただきますね。本当にピザのような味わいなんですけど、このタバスコが入ったことで、はい、こうチーズのまろやかさっていうのが引き立たれて、はい、なんかさっきとはちょっとチーズの味が変わりましたね、はい、いろんな段階で楽しめるのがやっぱりもんじゃならではですよね、はい、そうですね。ピザよりもきっとカロリーが低いじゃないですか。そうですね、はい、だから女性でも罪悪感なしで食べられますよね。本当女性の方に人気のメニューですね、やっぱり。最後に湯川さんからお店の PR です。昔ながらのシンプルなもんじゃや、他にはないトッピングをした、もんじゃまで多数のメニューをご用意しております。また11月19日には、M も2周年を迎えます。ぜひこの機会に皆様お越しください。よろしくお願いします。2周年を迎えるんですか、おめでとうございます。ぜひこの機会にこれをご覧の皆さんもこの M さんにもんじゃぜひ私も食べに来てほしいなと思います。湯川さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回の新荒川もんじゃ堂では2人の若手店主が作り出す懐かしくも新しい荒川もんじゃの魅力に出会うことができました。皆さんもぜひお店に足を運んで荒川のもんじゃを楽しんでみてくださいね。以上、伊藤彩香がお送りしました。